さんこんにちは、てつです。大変お久しぶりです。長いことねちょっと動画撮ってなくて、久しぶりに動画撮るんですけども、今日は、スポンジケーキの作り方をちょっと紹介していきたいなと思います。まず材料なんですけども、はい、全卵 130g、 はい、グラニュー糖、75g、薄力粉 75g、はちみつ 15g、バター 15g、そして牛乳 15g という配合になってます。じゃあこれでまず作っていきたいんですけども、バターと牛乳は一緒にして、湯煎にかけておいてください。で、はちみつも、ちょっとねこんな風にこう流動性のある状態まで戻しておいてほしいです。電子レンジもしくは湯煎で戻しておいてください。はい、まずマンケ型なんですけども、まあ、こういう紙、を、まあ、100円ショップとかで売ってるんで、買ってきてもらったら、まあ、それを使ってもらってもいいと思います。なければ、まあ、この長さに切ってもらって、できればあの型型よりちょっと高い方がいいんですけども、まあ高と同じ高さでも大丈夫です。で、あと丸なんですけども、丸の紙がないときは、こんな風に紙を用意してもらってこう置いて、ボールペンで丸をぐるーっと一周描いてもらって、でそして丸く切ってそれ中にはめ込んでくれたらいいと思います。で、まず型は用意しておいてください。はい、次なんですけども、薄力粉、75g ですね。で、これはふるっていきたいと思いますね。は優しく、粉はね、ふるわないとねこういったダマが残ってしまって、生地に混ぜ込んでいた時にこのまま残ってしまいます。なのでしっかりふるって、こういうダマは最後こうやって潰して、はい、こんな風に、ふるっておいてください。で、粉なんですけども、よいしょ、こうやって入れやすいようにね、こうちょっと真ん中を折って、お尻をねこうやって絞ましておいてくれると、ね、こんな風にして後で、粉を入れるときにとても入れやすくなりますので、この状態にして、置いておいてください。はい、次に生地を作っていくんですけども、まずオーブンを、180度で予熱しておいてください。生地を作る前にね必ずオーブンは温めておいてください。はい、じゃあ予熱を完了したら、生地を作っていきたいと思います。はい、本来は、卵を温めて、泡立てていくのが普通のやり方なんですけども、最近は卵を温めずに、冷たい卵を、泡立てることによって、きめの細かい、スポンジケーキができるっていう話を、少し耳にしました。講習会に行ったり、ちょっと有名なシェフの人たちが、そういったことを言っておられるので、今回、これがどんな風になるのか、一度チャレンジしてみたいなと思います。本来のやり方は、卵を湯煎にかけて、人肌35から、まあ、40度いくかいかないぐらいまで温めてから泡立てるのが普通のやり方です。しかし、今回は冷蔵庫から出してきた冷たい卵を、泡立てることによって、泡立つのには時間はかかるけども、きめ、の細かい、目が整ったスポンジケーキが焼けるという話です。今回どんな風に焼き上がるか、ちょっと実験してみたいと思います。はい、じゃあまず
卵をほぐしていきます。従来のやり方でやりたい人は、ここで湯煎にかけて、35度ぐらいまで温めてください。はい、次ここに蜂蜜入れていきます。ね、蜂蜜はね、ちょっと湯煎とか電子レンジで温めたものを入れてください。そうするとここにね、入れやすくなりますんで、はい、よく混ぜて、はい、こんな感じです。次グラニュー糖を入れていきます。砂糖を入れるポイントなんですけども、砂糖を入れるとできる限りすぐに、攪拌してください。砂糖を入れたまま放置すると、卵黄の部分と砂糖が、ダマみたいになってしまうことがあるので、必ず砂糖を入れたら、すぐに、攪拌するようにしてください。はい、蜂蜜が入ったら、グラニュー糖を入れていきます。はい、グラニュー糖を入れたら、すぐに攪拌してください。すぐに攪拌しないと、ダマになることがあるので、できるだけすぐに攪拌して卵黄と、砂糖が固まらないようにすぐに混ぜるようにしてください。はい、この状態になってから、ハンドミキサーで、泡立てるようにしていきます。はい、では泡立てていきます。最初は高速で泡立ててください。最初は、高速で泡立ててください。で、泡立ってきたら最後低速で1分ぐらい、キメを整えてから次の作業に移ります。ここからは、ノンストップで動画の方を撮りたいと思いますので、状態とかよく見てください。泡立てるときにですね、一箇所だけで止めずに、ちょっとボールを回しながら、こちらもちょっと回しながら、こう泡立てていくと均一に全体が泡立つと思います。
はい、こんな感じですね。垂らしてちょっと筋が残るという状態まで泡立ててください。はい、ここから低速で約1分ぐらい回しました。キメが細かくなったと思います。はい、じゃあここから次粉を入れていきますね。はい、よいしょ、粉を入れました。じゃあここから、混ぜていきます。真ん中からここゴムベラを縦にした状態で真ん中から入れて、そこに当たったやつをこういうふうに上げていく。そこからひっくり返す。その時にボールは手前に持ってくる。こんな感じで、この動作を繰り返しやってください。よいしょ。こんな感じです。ここからひっくり返す。今粉気がなくなったんですけども、これを見てみたらなんかまだちょっとザラザラっとした感じの生地になってますよね。で、ここからさらにツヤが出るように少し混ぜていきます。グルテンを出すっておかしいんですけども、ちょっと生地を締める感じです。
先ほどより滑らかでちょっとツヤが出てきたのが分かりますかね。生地がちょっとツヤっとしてきたと思います。こんな感じですね。さっきザラザラしてたのと今ちょっとツヤっとしてます。はい、ここまでいったらバターを入れていきます。でこれバターと牛乳なんですけども、入れるときは直接入れずに、ゴムベラに当てるように入れていってください。こんな感じですね。よいしょ。じゃあここからは、混ぜすぎないようにさっくり合わせてください。はい、こんな感じですね。まだこうやって筋が残るような感じでも、まあ全体的にきれいに混ざってる、はい、こんな感じですね。この状態で型に入れていきます。はい、流していきます。で最後の方の生地ってちょっとほら色が違うんでね、これは死んでるので全体に散らして、よいしょ、真ん中だけが不均一な生地にならないようにくる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 、はい、こんな感じですね。はい、あとは大きい気泡をちょっと抜きたいです。よいしょ、こんな感じですね。じゃあこれでオーブンに入れていきます。はい、ケーキなんですけども今オーブンに入ってます。オーブンはね180度に予熱しておいて、入れた後170度にして、25分僕は焼いてます。これはまあ出る時間はちょっと30分ぐらいになるかもしれないんですけども、とりあえず焼いてみたいと思います。はい、ちょっと見にくいんですけども、約入れてから10分経ったらこれぐらいまで上がってきてます。はい、もうすぐ25分なんですけども、もう少し入りそうなんで、少しプラスしておきたいと思います。はい、これが焼き上がりです。焼き上がりは、竹串を刺して抜いてみて、何もついてこなかったら焼き上がっていると思います。でこれ焼き上がったら、まずショックを与えます。
ね、こんな風にですね、しっかりショックを与えます。でその後に、ベーキングシートとできれば木の板がいいんですけども用意してもらったところに繰り返します。あら出てこない、こういうこともあります。ひっくり返しも出てこないときはと引っ張ってあげて、ついていることがあるんでこうやって引っ張ってあげてください。はい、でこれでもう一度ひっくり返します。よいしょ、するとこんな風に出てきます。はい、この状態で、冷まします。これで、ひっくり返しておくと、どう言ったらいいんですかね、基本的にスポンジ焼いたら、やっぱり膨らんでいくんですけども下の部分の方がちょっと目が詰まってるんですよね。なんでひっくり返しておくことによってまあちょっと目を調節するっておかしいんですけども、重たい部分を上にしとくんで下にちょっと落ちるって、あと表面がねちょっと山状に膨らんでたのがねこうやって置いておくことによってひっくり返して平らになります。あとまあこのねここでベーキングシートとこれで挟まれててちょっと蒸れてるような感じになります。この状態でね置いておくと、しっとりとした、スポンジになります。お店によってはねこの上にまだどういったんですかねバンジーをかぶせたりとかしてすごく漏らす人もいます。中にはまあいろんなやり方あると思うんですけども、うちでは普通にこのままこうやって冷まして、冷めたらスライスして使っていきます。はい、じゃあこれで冷ましていきたいと思います。はい、じゃあ、焼き上がったスポンジがこちらになります。こんな風にねひっくり返しておくとこうやって平らになってます。はい、じゃあこれをね、めくっていきたいと思います。こんな感じですね。はい、焼き上がりはこんな感じです。ちょうどね、型と同じぐらいの高さになってます。じゃあこれをねあと切っていきたいと思います。はい、スポンジなんですけども、焼き面を取る人と取らない人がいるんですけども、僕は焼き面を取ります。まず最初はね、薄く、上の部分だけをゆっくりよいしょ、こんな風に取ります。はい、ここからは、スライス棒を当てて、切っていきたいと思います。スライス棒なんですけども、こういったスライス棒がね、コッタさんでよく売ってるんでね、よかったら買ってみてください。これは1センチのものと、5ミリのものと合わせてます。なんでまあこれで、何センチを何枚取ろうかなって考えて、スライスしてもらったらいいと思います。よいしょ、今日は 1.5
2枚取って、1センチ1枚取りたいと思います。はい、こんな風に包丁を大きく動かして少し斜めに入れながら切っていくと、きれいに感じですね。はい、すごくきめの整った、細かいスポンジが焼き上がりました。次取れるかな。 1.5 1センチは取れそうですね。はい、じゃあもう1枚 1.5 取りたいと思います。この時ね、ちょっと斜めに入れると、切りやすいかもしれません。はい、2枚。で最後は1センチ。こんな風に、スポンジが3枚取りました。でこれも用意しておいてね、ここまで作業して、あといちごと、生クリームを用意していきたいと思います。はい、見てもらったら分かりますけども、大きな気泡がない、本当にきめの細かい、スポンジが焼き上がってます。はい、あとスポンジなんですけども、ちょっとクラムがね、こうやって残るんですよ。なんで、クラムはいらないんで、ナッペするときに、邪魔になるんで、こう優しくこうね、取ってあげてからお皿に保管してください。こうやって優しく、よいしょ。はい、こんな感じです。でこれはもう処分してもらうという形になります。はい、次はいちごなんですけども、軽く水洗いしてもらって、ヘタを取って、で半分に切ってもらっていいです。でちょっと大きいなっていう人は、3等分とかにしてください。ヘタを取って3等分、大体こうやってね、3等分にしてもらったらいいと思います。やりにくい場合は、まな板を使ってもらっていいんで、ヘタを取ってここを落として3等分。すごく薄く切る、人もいるんですけども、あまり薄く切るとね、水分がたくさん出てきて、びちょびちょの、ショートケーキになっちゃうんで、厚みとしてはもう3等分、1センチのものぐらいですかね。僕はいいかなと思います。
はい、次は生クリームなんですけども、僕はいつもこう高梨さんの、これ高梨かな、高梨だね、この 47% と 35%、同量で、泡立てていくクリームを作るようにしています。これだとね、高脂肪低脂肪が混ざっているので、ね、泡立てる時にも立ちやすくて、立ちすぎたりもしないっていうたんですかね、まあ、扱いやすい、生クリームの状態になりやすいので、こういう風にしてます。味の面でも、高脂肪でしっかりしたコクとで 35% でちょっとあっさりとしたね、食べやすいタイプのクリームと合わせることによって、まあ両方の味の部分のことも考えて、家庭で作る場合は、まあ、一番手に入りやすい、こういうのを使ってます。あとはね、40% 生クリームで1本でやる方法もありますし、もっとね低い 35% だけでやる人もいますけども、まあ、35% だけでいくとちょっとクリームがだれやすかったりするので、 47% を入れとくと、まあちょっとこうやりやすいです。で逆に 47% だけでいくとね、まあすごくクリームがぼさつきやすくてね、扱いが難しくなると思うので、まあ初心者にはこの組み合わせが一番おすすめだと思います。はい、まずあと泡立てていくんですけども、必ず氷用意してください。で氷、あとボール、はい、こういう風にセットして、生クリームを入れて、あと砂糖入れて泡立てていきたいと思います。砂糖の量は、まあお好みでいいんですけども、まあこの箱に書いてある分量で、基本的に、甘すぎない感じになってるんでそれでいいと思います。ちょっと甘いなと思う人は気持ち砂糖を減らしていただけたらいいと思います。でまあ、ケイケイさんだと洋酒を使っていることが多いんですけども、クリスマスの時期は逆にちょっと洋酒をやめたり、まあ、基本的にお子さんが食べることが多いのでお酒を抜くようにはしていることが多いと思います。その時期は僕の方も個人的に食べるんであれば少し洋酒が入っている方が好きなんですけども、今回は子供が食べるんで、そういったものは入れません。はい、はい、次にグラニュー糖を入れていきます。はい、グラニュー糖を入れたらしっかり混ぜて、グラニュー糖はね、今回は2本で僕は 25g 入れました。分量通りだと 30g なんですけども、まあ、ちょっと糖分控えたいんでこれぐらいにしました。あんまりにもね砂糖を減らすとね今度ね、まあ、状態もちょっと扱いにくくなるんであんまり減らしすぎも良くないと思います。あと、本当にね、練乳もうちょっと、甘いのが好きっていう人は練乳を隠し味で入れてもらうと、結構お子さんが好きな味になるんで、まあ、そういった感じでやってもらってもいいかもしれません。はい、じゃあ泡立てていきたいと思います。生クリームなんですけども、泡立ててもらってもいいんですけども、泡立てすぎにはちょっと注意してください。もうちょっと周りに筋が入ってきたらね早めに止めてもらって、あとはホイッパーで、調節して使ってもらうのがいいと思います。はい、じゃあ立てていきます。はい、こんな風にねたらーっと、見えてるかな、はい、こんな風に筋が残るぐらいまで立ててもらったらもう大丈夫だと思います。あとはもう、泡立て器で、ね、
調節して最後使っていく方が、安全だと思うので、はい、生クリームなんですけども、次今からあのショートケーキをサンドしていくんですけども、サンドしていく時の生クリームの硬さと、ナッペする時の、生クリームの硬さがちょっと違うので、生クリームをこう半分に分けて、手前はしっかり立てて奥は、ちょっと柔らかめに残しておくように泡立てます。でそうすることによって、まあ後でね泡立てで過ぎた時とかはもうそっちのやつをちょっと合わせて、ボサボサにならないように、調節して、使ってもらえばいいと思います。はい、じゃあ泡立てていきます。はい、生クリームなんですけども、ボサついてもなく、ちょっとしっかり重みのある状態、角もしっかり立つような、状態、こういったしっかりした状態まで泡立てでサンドしてください。はい、お皿に、スポンジをまず置きます。 1.5 センチのやつですね。これは一番底にあったスポンジですね。で、シロップを塗る人はね、この時にシロップを打っていただいたらいいと思います。僕は基本的にシロップは打ちません。打った方が確かにしっとりはするんですけども、好みですね。ちょっとべちゃべちゃした生地が嫌いっていう人もいますし、生クリームの水分が戻って十分しっとりしたスポンジになるっていう考え方もあるんで、この辺はお好みでやってもらったらいいと思います。はい、じゃあサンドしていきます。はい、生クリームを上から順番に広げていきます。はい、こんな感じですね。で次にいちご、内側に向かって順番に並べていきます。ここ1センチは残しておいてもらった方がいいです。まずサンドした時にね、いちごがちょっと動くんで、その時にちょっと動いてもはみ出ないようにこの位置に置くようにしてます。あとど真ん中はね、ちょっと開けるようにしてます。どうしてもねクリスマスケーキって最終的にカットするんで、真ん中は切りやすいように開けてます。はい、ここからこうやって隠すよ。今回は僕は3枚使ってますけど、スポンジを2枚で済ませる人もいます。2枚の時は割とこうブヨって膨らんだりとかね、あとで形が崩れたりすることもあるので、ちょっとしっかりめのクリームでサンドしてもらった方がいいと思います。3枚サンドの時はここの厚みがねそんなに分厚くないんで、クリームの状態のいいね状態でサンドしてもらったら、美味しいショートケーキができると思います。はい、次乗っけてます。でこの時にね、必ず平らになるように丁寧に、はい、はい、また次
はい、作業を繰り返す。これでまた生クリーム塗って、で最後のスポンジを乗せて次の工程に移っていきます。はい、しっかり平らになるように押さえます。はい、ここからなんですけども、だいたい。ケーキ屋さんは回転台っていう道具を使って、くる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 回しながら縫うんですけども、そちらの方の動画を見たい方は、概要欄に載せておきますんで、僕のもう一つの動画の方を見てください。で今日は、回転台がない人でも、まあ、ちょっと手抜きではないんですけども、ちょっとごまかすっておかしいんですけども、ちょっと塗り方があるので、その紹介をしたいと思います。はい、じゃあここからまず塗っていくんですけども、はい、上クリームこんな風に伸ばしてください。難しかったらね、こうやってこんな感じで伸ばしてもらってもいいです。で次、まあ、横が難しいって言うんですよね皆さん。なので横をきれいに塗れないんですけども、塗れなくてもいいのでクリームを横につけちゃってください。じゃあポッと今みたいに見えてるから、こんな風に。でこれを手前に引っ張るようにグーッと、これ難しいんですけど、こんな風にまず薄く全体に塗ってください。これがね、今こう剥げててもいいので、とりあえず均一に塗ってください。では塗っていきます。お皿をね、回しながら、はい。でこのままね、ここを本当にきれいにしたい人はね、この作業を繰り返して、ちょっとこの、なんていうんですかね、スポンジの数が見えないようにまで塗っていってもらったら大丈夫だと思います。でその上の作業はこうやってパレットナイフをね、斜めに向けて切っていく。はい、この作業を繰り返してもらうと、綺麗に塗れます。
でもなかなかこうこれね剥げずに上をきれいに縫うとか平らにできなかったりするんで、ここからは手抜きじゃないんですけども、こういったやり方もあるんでよかったらどうかなと思って紹介します。ここからは横からいこうかな。生クリームをつけてこうペタペタしていきます。薄いところに向けてヘッドナイフでペタペタ押さえていきます。クリームをつけて、あ、剥げてるなっていうところをこうペタ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 、もうあえてきれいに塗ろうとしない。こんな風にクリームをつけてペタ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 、この繰り返し。サイドも剥げてないようにクリームをペタペタつけていく。もうあえてきれいに塗ろうとしない。もう回転台がないので綺麗に塗るのが難しいっていう人はこういったことをしてもらうのもいいと思います。こうやってね、ふわ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 、はい、上もちょっと綺麗にできないっていう人はこうやってクリームをこうペタペタ塗る。ちょっと角が立つようにね、ごめんなさい、おいしい、剥げたところにこうやってペタペタ塗っちゃう。はい、こんな感じですね。はい、こういった感じでクリスマスケーキを仕上げてみるっていうのも一つの手だなと思います。回転台がない人は、こういったやり方をやってみてください。で、綺麗にねどうしても塗りたいっていう人は、ここからちょっとやってみますけども、こうやってクリームをこう上にちょっと多めにのせてぐるぐるっと一周回す。そしてよいしょ、ここから手前に、塗る。
取ってしまう。はい、こんな風にやりました。やっぱりね、ちょっと回転台がないんでね、僕下手くそなんですけども、こんな感じ、回転台なしでこんな風に塗ってみる。お皿をね、くる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 回してで、ケーキをね、移動さすのが難しいっていう人はもう直接お皿に乗っけて、そんな風に飾ってもらったらいいかなと思います。ケーキの後移動なんですけども、もしケーキを移動させたいっていう時は、まずパレットナイフを刺して上げる、手を入れる、でパレットナイフと手で両方持つ、そして置きたいところに置いて、パレットナイフで支えて、手を抜いて下ろして、でパレットナイフを抜く、でこういった作業をしてみてください。はい、こんな風にね、ナンペをしてみました。じゃあここから飾り付けしていきます。はい、飾り付けなんですけども、ちょっと絞りの部分を見せようと思ったんですけども、スイッチを押すのを忘れて、取り忘れてしまいました。自分の放課の動画の中で、絞りの、動画がありますんで、よかったらそっちを参考にしてみてください。クリスマスらしくちょっと雪を降らして、はい、トナカイさん、サンタクロースがね、顔しかなかったんで、いちごの上に乗せてみました。はい、あとはチーズをつけて、はい、完成です。今回は、回転台なしで、クリスマスケーキをちょっと作ってみました。回転台なしでもね、一応こんな感じで、塗れたんで、まあ、こんな風に、塗ってもらうのと、まあ、あと難しかった、さっき紹介したみたいに、パレットナイフでこうペタ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 して、ちょっとねサイドをごまかしてもらうっておかしいですけども、汚くないように、スポンジが見えてないように塗ってもらうといいのかなと思います。
はい、あと、庭にちょっとエディブルフラワーと、ミントが咲いていたので、ちょっと飾ってみました。まあ、ちょっとクリスマスっぽくはないんですけども、まあ、こういうものもちょっと乗せれば華やかにすることもできます。お家にあるミントとか、食べれるお花ね、無農薬で、育てたお花とかなら、食べれるものもありますんで、そういったものを飾ってみてもいいのかなと思います。はい、今年のクリスマスケーキは、こういった形で仕上げてみました。回転台がなくてもうまく作る方法を知りたいっていう意見が多かったので、今年はそういったやり方と、スポンジを、卵を温めないというやり方で、クリスマスケーキを作ってみました。皆さんのクリスマスケーキを作るのに、参考になれば嬉しいです。ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。これからもいろんな動画作っていきます。